はい、オーガニックはい、すいません。あの、インスタライブと同時にやってますので、すいません、コメントいただいてもそうになります。はい、えっと、こちらは、こちらはというか、今日、今回ですね、今回は、えっと、ちょっとインスタの投稿でも、えっと、あげてるんですけど、気にするだけ無駄、3つの常識っていうことをね、ちょっと YouTube の方でも紹介していきたいなと思います。まあ、これはさっきの僕の、あの、きっかけになった本でね、あの、 僕も初めてカロリーって存在しないんだと思って、まあ、カロリーに関しては他の動画で説明しているのでそちらを見ていただきたいんですけど <laughs> まず、あのー、3つの無駄です、まあ、一般的にはこれ健康の指導とかそういう栄養指導の時に絶対に指標,指標とされる絶対にこの気にすることの3つの常識があってまず1つ目が、えっと、BMI BMI ですね であとが、あともう1、えっと、個、あとカロリー、カロリーですね。はい、であと体重ですね、体重、この3つですあの、本当にこの3つは気にすれば気にするほど無駄だし、むしろマイナスになる可能性もあるし、本当、気にするだけ、本当に、あの多分食材も正しく見れないし、自分のことも正しく見れないんですよ。 そこは本当に気をつけてもらいたいなっていうところの3つですね。まあ細かく挙げたらもっといろいろあると思うんですけど、まあ一般的にはこの3つが結構常識とされてるんだけど、マイナスというか無駄ですね。すいません、今ちょっとドヤ顔になっちゃいましたけど。はい。でまず例えば、まあ、書いてますけど BMI って何かっていうと、まあこれ普通に一般的に調べてできますが、 まあ、あのボディマスイン,デインデックス、ボディ,ボディマス指数,指数と呼ばれ、体重と身長が算出される肥満度を表す体格指数です。子供には別の、ね、指数が存在しますが、成人では BMI は国際的に相当して用いられてますみたいなね。で、書いてでも一応あのー、計算式とかもね、BMI の計算式とかも、なんかいろいろね、BMI イコール体重割る身長、括弧身長メートル。 以上みたいなちょっとすみませんあの計算式難しくてあの正しい読み方が分かんないですけどはいでまあ、だか判定基準がまあ BMI の計算式は世界共通なんだけどえ肥満の判定基準は国により異なるとかねで例えば日本のあ日本のとか言ったらちょっとあの名張っちゃいますけど日本の肥満学会だとの判定基準だと BMI がえっ、ー、と僕の場合 BMI BM が,がですね、えっ、ー、と、20、そうですね、僕が、ちょっと待ってたね、あれ ?BMI は、僕だ、そう、25になるんですよ。僕の場合。ってことは、いえ、ちょっとやや肥満気味とか、前肥満っていうんですか誰が暇やねんって。はい。<laughs> だから、日本の基準だと僕、前肥満になるわけですよ。肥満度1か。あ、そう、日本の基準だと肥満度1とか、あひ マイ肥満だ、ね、そうあっちげーよそれ世界だ日本の基準だと肥満度1やんそうで世界あ WHO の判定基準だと肥満度がマイ肥満になるわけですね誰が肥満気味やねんって話なんですけどあのなんでこうなってしまうかっていうと例えばあのニュージーランドって BMI めっちゃ高いんですよあのでもあんまり肥満の人いないんですよ てか、いないらしいんです。あの、現地の人たちに聞くと。な、ま、ぜ、あ、かって、ほら、ラグビーとかさ、あの、体格でっかい人がいるじゃないですか。筋肉もりもりで。だから、そういう筋肉もりもりの人たちも、その BMI 高くなっちゃうんですよね。そうすると、肥満になっちゃうんですよ。肥満と、BMI で言うと肥満になっちゃうので、これはもう全然当てにならないんですよね。まあ、だからアペ、アパレルの世界とかだったら、まあ、BMI 役に立つかもしれないけど、いや、それでも多分、参考にはならないかもしれない。だって、 例えばですよ、80キロ、80キロの男性がいます、モ森、筋肉モ森、脂肪少ない80キロのと、ね、脂肪たくさんで筋肉めっちゃ少ないモリモリっていうかその、の80キロと全然違うじゃないですか。だから、そう考えるとアパレルにもあんまり、あの、まあ、今大げさに例えしたんですけど、アパレルにもそこまで、あの、参考にならないかなと思います。はい。だから、これは、 これを気にするだけ無駄っていうことはね、これだけでも分かると思います。はい。で、次。次がカロリーです。カロリーはね、他の動画でも説明してるんで、まあ、オーガニックさらに今、カロリーとかね、で検索し,ちゃうしていただけると出てくると思うんですけど、カロリーは、まあ、簡単に言うと、カロリーっていうのは、あの、フランス語で言うと熱っていう意味で、あの、カロリーメーターって機械の中で物質を燃やしてその熱量を測ってるんですよね。 はい。僕たちの体内にカロリーメーターって機械があって、その中で物質を燃やして、例えば食べ物を燃やして、で、その熱量を測ってるかって言ったら絶対測ってないし、そんな論文も見たことないし、そんな人いないから、カロリーメーターの機械を飲み込んで、そんなことをわざわざやる人いないんで、はい。で、なぜか、タンパク質、炭水化物、この3つの栄養素でしかカロリーはないんですよ。ね。ね 第3、第、ね、三大栄養素、ね、ね、第5、第7とかね、あると思うんですけど、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、ファイトケミカル、食物繊維とか、まあ僕はこれにさらに酵素、水素みたいな、第9まであるって言ってるけど、基本的には第7じゃないですか。でもなぜかこの3つしかカロリーなくて、タンパク質と炭水化物っていうのは4カロリー、まあ4キロカロリーとも言いますけど、1グラム。で、油燃えやすいから9カロリーみたいなね、9キロカロリーみたいに言われてますけど、 あの、燃え、燃やしてないんでね。はい。僕たちの体内にカロリーメーターっていうものはないから、これも存在しないもの。カロリーっていうものも存在しません。いくらどんな教授が、ね、どこ行っても絶対カロリーってその、絶対にその、カロリー、摂取カロリーとかっていうのが指標となるんだけど、もう一切気にしないです。これに関しては。これも無駄です。はい。で、次、体重。体重は、 まあこれも僕の YouTube チャンネルで紹介して、あの話してるんですけど、まあこれも、あのー、まあ、さっき言ったように、体重、筋肉がめちゃめちゃ多い8 0キロの人と、脂肪が少な、い、筋肉がめちゃめちゃ多いで脂肪が少ないの8 0キロの人と、ね、脂肪がめちゃめちゃ多いで筋肉がめちゃめちゃ少な、あむ、少ないの8 0キロ全然内容が違ってきますよね。そう。例えば、 減量して、僕もなんかさ、アマチュアで格闘技で出たりしてるんですけど、まだ一回しか出てないですけど、あの、減量した時に、あの、やっぱり汗をかく、その、例えばサウナとか行って、平気で2、3キロ落ちますもんね。あの、だから水分が抜けただけですごい2、3キロ落ちるわけですよ。で、例えば僕前やったのが暖房をつけて、あの、そのまま寝て、で、ほら、寝てる間ってめっちゃ汗かくじゃないですか。 ま、体重測ったんですよ。あの寝る前に。で、測って、で、確かま、73ぐらいだったのかなはい。あのー、で、起きて、体重測ったら、まあ、カラカラまあからからま、あ体はカラッカラだったから、多分七いくつだったかな ?71.3 か1.5ぐらいだったんですよ。確か。1.5ぐらいは、よ、平気で落ちちゃうんですよ。そう。で、水分が少なくて体重減ってるかもしれないし、骨密度。 骨がスカスカで体重落ちてるかもしれないし、ね、筋肉が落ちて体重落ちてるかもしれないし、ね。だから、筋肉とかが落ちちゃったら一番、まあ、もちろん全部落ちちゃうんだけど、筋肉落ちて体重減ってたら意味ないじゃないですか。むしろ太,太りやすくなんで。脂肪だけを見たいんですよ。でも脂肪って軽いんですね。筋肉よりは脂肪の方が軽いんで、そう考えると、その体重を気にして、あ、減った、増えたとかっていうのは、例えば筋肉増えて体重減ってる場合もあるから、 ね、脂肪は増えてないんで筋肉増えて体重が増えてる場合もあるから、あ、そうすると、あれ体重増えちゃったみたいな、太っちゃったみたいな感じになって食べるのを抑えて、で、あの、あ、体重減った。でもそれ実は筋肉が減ったとかね。水分量がただ単に減ったとか、脂肪が落ちてるわけじゃなくてとか。脂肪ももし,もしかしたら落ちてるかもしんないけど筋肉も水分量も骨密度も下がって一緒に体重も落ち,ちゃる可能性もあると。だからこれも本当に無駄なんですよ。 無駄です、まあ、これはエヘネスアカデミーって食品英訳の専門学校ね、オンラインの専門学校あるんですけど、そこでも説明、すごい、よりあのクリアな感じで、ね、授業の中に入ってきますし、あとは僕のオンラインサロンでもね、これに関しては口すっぱく皆さんにはね、セミあのサロンメンバーに言ってるんですけど、本当にこの3つは、とにかく無駄です。はい、気にするだけ。あのどんなひすごい人たちが、はい、これ重要ですとか言っても、ごめんなさい。あの無駄です。気にするだけ無駄なので。 なので、これは、あの、でもこれって多分覆らないので、覆らないと思うので、まあ知るだけ、あの、知りたい人だけというか、まあ知った人だけ知ってればいいし、で、実践すればいいしと思います。はい。まあ、だから少しでも本当に無駄な労力とか、そのコストだったりとか、まあ時間をね、やっぱりかけてほしくないんで、本当に、まあ、 今日のね動画を聞いてみて、まあ、ちょっとやっぱおかしいなってカロリーってないかもなとか体重も別に気にしなくてもいいかもな BMI って何みたいな、あのー、っていう風になんかきっかけにあの考えるきっかけになってくればいいなと思って動画を撮らせていただきました、まあ、インスタの方では、ね、文章でも残してますし、あのーまあ、誰でもこれは多分1回はあれちょっとおかしいかもって思うところでもあると思うので はいまあ、YouTube のね、僕の登録者の人とインスタの登録者の人、結構まあ,あ、一緒っちゃ一緒なんですよ、見てる人は。まあ、でも中には YouTube しか見てない方もいらっしゃると思うので、YouTube でちょっと撮らせていただきました。ということで、じゃあ YouTube の方にします。ありがとうございました。バイバイ。